ヒーローインタビューです。放送席城の勝利の立役者お二人です。木浪選手と青柳投手です。どうぞファンの皆さん大きな拍手をお送りください。ではまずは木浪選手からお話をお伺いしますが、スタメン出場に応える活躍でまず先制のタイムリーヒット、ナイスバッティングでした。振り返ってください。あの場面は2アウトで、ロハス選手が打ってくれたので、とりあえずつなごうと思って、で思い切り振った結果がああいう結果になったので本当に良かったです。あの場面ですけれどもね、三塁コーチの藤本コーチもよく回しましたが、ロハス選手がよく走ってくれましたね。いやもう本当感謝しかないですね、はい、ロハス選手がホームインした瞬間はどんな気持ちになりました？いやもう見ててセーフだと思ったので、あのよく走ってくれたなって思いました、はい。さて木浪さん、今日3度出塁、フォアボールの後またツーベースヒット、いい感じじゃないですか？そうですね、アピールできるときにしっかり、アピールしないといけないと、思っているので、まあ、それがしっかりできて、まあ、よかったと思います。木浪さん、今日はですね、青柳投手が投げている間7イニングですから21個のアウトですか、そのうち7つ木浪さんのところ飛んできましたね、アウトにしました。後ろで守ってて青柳投手のピッチングいかがでした？いや、いつも青柳さんが投げるときは自分のところに飛ばすっていうのをいつも言われるんで、まあ今日も自分がスタメンのときに、まあ今日も行くよって言われてたんで、しっかり準備できてました、はい。試合前にそういうやり取りあるんですか、はい、なるほど。青柳さんのその希望を見事に木浪さん叶えてくれましたね。そうですね、本当にいい守備ばっかりだったんで、まあ、これからも西安とかいっぱい飛ばしていこうと思います。では青柳さん、このままお話を。今シーズンの10勝目ということになりました、ナイスピッチングでした。ありがとうございます。まずこの10勝に関しては青柳さん、今実感どんな気持ちですか？そうですね、まあ、本当10勝というよりチーム勝ったことがすごい嬉しいですし、まあ、僕自身そのずっと13勝というのを目標に挙げているので、まあ、10勝は通過点として取れてよかったなと思います。木浪さんの守備もありましたけれども、序盤は本当に打たせて取る青柳さんらしいまず入り方しましたね。打たせてというよりも打たれて取る感じだったんで、まあ、本当結果的にその野手の方がいい守備が多かったんで、まあ、よかったなと思います。青柳さん、うまいこと言いますからファンの皆さんから笑いが起こりましたけれども、梅野捕手とはどんなことを大切にしていこうという話をしてたんですか？そうですね、まあ、先週も同じ相手との戦いだったんで、まあ、先週の引き継ぎという形で、まあ、前回も結構ヒットを打たれましたし、なんとか粘ってだったんで、まあ、今日も粘ってしっかり投げていこうというのはしっかりできたかなと思います。さあ青柳さん、まずはこれ火曜日連戦の頭7イニング投げて勝利投手、この役割も果たせたんじゃないですか？そうですね、まあ、本当にチーム自体が勝てたというのが、まあ、一番だと思うので、まあ、7回投げれたことも良かったかなと思います。さてそしてタイガースファンの皆さんはもうご存知だと思うんですけれども、青柳さん球団史上初というこの2桁には項目が加わりました。ドラフト5位以下入団での10勝は長い長い球団史上でも初めてということになりました。おめでとうございます。このあたりはいかがですか？そうですね、まあ、やっぱドラフト5位以下って絞ると結構厳しいところもあるんですけど、でも本当プロ入ってからはまあ、そのドラフトの順位関係なく、まあ、頑張れば活躍できるっていうのを、まあ、これからプロ入る選手に見てもらえたらいいなと思います。ありがとうございます。さてじゃあお二人に最後に一言ずつお伺いします。木浪さん、今日はトラコデーということもありまして、まず球場に来てくれたファンの皆さんも応援してくれましたが、いろいろなメディアを通してももちろんたくさんの声援を送ってくれましたタイガースファンの皆さんに最後一言お願いします。いつも、すごいパワーをいただいております。これからももっとパワーください。応援よろしくお願いします。さあそして青柳さん、チームの連勝に向けてファンの皆さんに一言最後締めてください。そうですね、チーム自体もいい流れできているので、まあ、今週1週間、まあ、全部勝つ気持ちでチームをやっているのでしっかり応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーローは木浪選手そして青柳投手でした。ありがとうございました。放送席以上です。
まあ、青柳投手はね、今お立ち台でも言ってました13勝があくまで目標なんでというのはここでも、はい、しっかり言いましたけどね、はいはい、まあ、13勝と言わず15勝ね、ね、はい、まあ、いずれにしてもその勝ち星が重なれば重なるほどタイガースの優勝というのは近くなるというところになります。さあ、それでは監督インタビューをどうぞ。勝ちました阪神タイガース矢野監督です。ナイスゲームでした。はい、ありがとうございます。まずはピッチャーから、青柳は今日7回を投げて2失点、ピッチング振り返っていかがですか？まあ、立ち上がり、ね、序盤ちょっとピンチありましたけどね、ヤギらしく、ね、こう粘ってダブルプレーも取ってましたし、まあ、こう乗り切ってくれたんでね、こっちにリズムが来たかなと思います。そしてこれで青柳はキャリアハイの10勝目です。今シーズンの活躍は監督の目にどう映りますか？いや、本当に、今までね、今日もそうですけど左バッターを並べられたり、いろいろこうできないこともありましたけど、本当にこう日々努力してね、チャレンジして、まあ、ここまで来たっていうところに本当にあいつの気持ちがよく出た、シーズンだと思いますし、まあ、それが身になってるんでね、本当に心強く、思います。バッター陣では11安打8得点そしてホームランが3本飛び出しましたね。そうですね、まあ、これでいいっていうことはね、もちろんないんですけど、まあ、もっと点取れるところもありましたし、まあ、こういういい形でね、今日できたんでね、これをなんとか明日に以降にね、伝えてもらいたいですね。そして今日で後半戦10試合目です。ここまでのチームの雰囲気はいかがですか？まあ、良かったり良くなかったりっていうのはもちろんありますけど、まあ、でも、一番こだわるのは自分たちの野球をどうやっていくかというところなんで、まあ、そういうところではしっかりみんなが意識高くやってくれてます。最後に明日の投手は大貫投手です。明日に向けて一言お願いします。ちょっと最近打ててないんでね、そういうところでは、今日みたいに早い回から、まず、打撃陣でね、しっかりいって、伊藤将司をね、しっかりこういい形で、バックアップしていくような試合にしたいですね。ありがとうございました。はい、矢野監督でした。